会場に集まっていただいてどうもありがとうございます。もうしばらくの間お付き合いください。それでは毎度バカバカしい話を一席。音楽の朝ってのはちょっと目覚めが悪いもんで、神さんに残された頭を下げるためになるんです。この通りは許しとくれ。お前さんどうせ僕のような夢でも見てたでしょう。いやいやいや、覚えてないよ夢なんか。いつもそうじゃない。お前さん作詞の師匠なの。本当に何て言われるもんで、予選に朝だけでもしようかと出かけるわけでございます。アキンの感傷ひとしゼロスとニオン、エロいポッチャエロいポッチャ、よいかん三軒にわかずし。さてやれんのかねえ作次郎は。まとしのこやかやまんのげるしたよ。いつからしいはまひとたらしい、出てくるあの子の出会ってるのにつかりやしょうしゃ。俺がつまるバグモンにこの年はやめて、俺もこんなグルグル回りやがってもしょうがねえよ。いやグルグル回ってお前さんらうちの師匠みてやな。こりゃおくせとしてばとあそこの頭を一切れさんもまた寄せに来たいって。おお好きなだけって。もう移ろう、迎えの酒は枕元。昔はあんだけ追いかけました師匠に、今こうして追いかけ回れることになるかね。師匠の話は人情ばっか、されるくらい人情に言ったら何くちゃけ。これを子供の話は子供のしたで、おめえの教えも俺が変えてようなもんだ。俺の顔もパテになってるよ。どんな手が親じゃ惜しいな。哀れ話は口めんか、二人は口めにあっぱれ。よと話は寝かしてだが師匠は寝かしてなんでかってあれはあった。起きたら夢かと思って忘れちまう。それではお後がよろしいよ。よっ、ありがとうございました。八雲一座の皆さん、ありがとうございました。